こんにちは。今回は魅惑の人復讐の闇が深まる第5話についてお話しします。韓国ドラマ魅惑の人の第5話が放送されました。今回はヒスとインの再会や彼らの復讐の物語がさらに深まります。第5話のあらすじ。ヒスは徳孫君の死後、期末令の試験に応募します。一方、インはヒスの名前に気づき、確かめるために対局場に現れます。ヒスはインとの対局で勝利し、期末令になります。しかし、インはヒスの復讐心を見抜き、意気地獄を味わわせると脅します。一方、明波はインに呼び戻されますが、先王の桃の木を生き返らせるという無理難題を言い渡されます。見どころ。ヒスとインの再会は冷たく緊張感のあるものとなります。3年ぶりに再び囲碁の盤を囲む2人の表情や心境が注目されます。インの王としての苦悩が書かれます。彼は兄を殺したことに対する罪悪感や、徳孫君を失ったことに対する悲しみに苦しんでいます。ヒスの復讐の計画が進行します。彼女がどのようにしてインに近づき、どのようにしてインを惑わそうとするのか、その手段や目的が気になります。主人公の素晴らしいセリフ。ヒスの私はあなたに恨みを持っている、あなたが私の父を殺したのだから、という言葉は彼女の復讐心をあらわにします。インのお前は私に何をしたいのだ、私を殺すつもりか、それとも私を愛するつもりか、という問いかけは彼の複雑な感情を表現しています。明波の私は王に仕えるものではない、私は王の友であり兄弟である、という言葉は彼の忠誠心と親密な関係を示します。第5話では魅惑の人の物語がさらに深まり、キャラクターたちの葛藤や戦いがより一層引き立ちます。次回も続きにご期待ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。